いや、これはやばいでしょ。はい、レオンチャンネルです。今、6月9日のお昼頃なんですけど、11時から、本日の11時から、もともと予約開始の告知があった、あれですよ。新ダンクロトバージョンのガシャコンバグバイザー発売。それのポチりました動画を今撮ってて、今トップページのここ、この状態で喋ってて、予約開始になりましたねって言って、ではクリックしましょうからの、ここをクリックしたらドン。いや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 、すごいねこれは。そんなわけで、ここから今ね、もう一回喋り直してるんですけど、今日予約開始になったこちら見ていきましょう。変身パッド。変な神のパッドデラックスガシャコンバグバイザーツバイ新ダンクロトバージョンのギミックは私は不滅だ！で、新ダンクロトがこの中にいて、奇跡の復活を遂げた新ダンクロト、彼の魅力を余すことなく実装したスペシャルアイテムがついに登場。セット内容、ガシャコンバグバイザーツバイの新ダンクロトバージョン本体とグリップパーツ。ベルトは付属しませんね。バグルドライバーではありませんね。新ダンクロとの音声を大量収録。これが楽しみだったんですが、何が入ってるのかな？パッドモードで A ボタンを押すと、新ダンクロとのセリフを再生。A ボタン長押しで、新ダンクロとの収納音、開放音を発動。おー！すご！ポッピーの真似できるじゃん。で、どういうのが入ってるかというと、ダンクロトという名はもう捨てた。今の私は新ダンクロトだのセリフとかゲームオーバーすらも超越する私こそが神だ。すべては計画通り、ゲームマスターの私こそが神だ。このあたりはダンクロトですね。衛生省、ちょっと待ってくれ。やめてくれ。おい、まさか。おい、何をする？ここから出せ。この辺は新ダンクロト。新ダンクロトとダンクロトのセリフが混ざってたくさん入ってると。君は最高のモルモットだ。これあれじゃん。上半身裸で、あれですよ。これ筋肉ムキムキの状態で、こう後ろ振り向きながら喋るやつ。君は最高のモルモットだ。君の人生はすべて、私のこの手の上で転がされているんだよ。だブン。え、ブンなんて言ったっけ？え、ブンなんて交換はあったっけ？え、ちょっと気になる。東映特撮ファンクラブ見よう。言ってました。今見返しましたけど、確かに、転がされているんだよだーはーはーと笑った後に、バグバイザーを片手に持って、ガシャッとの装着したじゃないですか。あのところで、ブーンって言ってますね。いや、言ってたっけ？全然気づかなかった。ここまで再現してるんですね。コンティニューしてでもクリアする。これは新ダンクロトだ。ダンクロト、セリフはダンクロト時代から新ダンクロトまで60種類以上。めっちゃ入ってますね。多い。主題歌エキサイトを収録。お！いいじゃん。これで、君がなぜ適合手術を受けずに、エグゼードに変身できるのかとか、私は不滅だーって言って、ゲームオーバーの後にオープニングが流れる、あれとかできるってこと？パッドモードで B ボタンを押して、仮面ライダーエグゼイド主題歌、テレビサイズを発動、主題歌を流しながら A ボタンで新ダンクロとの様々なセリフを同時再生！もうこれ、コンセルじゃん！いいなぁ。だから、あれですよ。あ、でも書いてある。北条 M! なぜ君が適合手術を受けずにエグゼイドに変身できたのか、なぜガシャッと生み出したのか、なぜ変身後に頭が痛むのか、その答えはただ一つ。北条 M! 君が世界で初めてのバグスターウイルスに感染した男だからだ！はっはっは。で、あれですね。みんながやめろって言って止めに入る、あれだ。シーンだ。この辺とか超熱かったですよね。ダンクロト劇場。で、行った後に、I gotta believe が流れるとか言ってる途中か。いや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 、これはすごいぞ。これでも、このセリフだけじゃなくって、他のセリフに合わせてエキサイトを流すこともできれば、様々なね、ダンクロトシーンを再現することができますよね。中盤のダンクロト編、の時は、エキサイトが最初じゃなくて最後に来てましたから、いや、これやばいでしょ。
コンティニュー音を収録。パッドモードで AB 同時押しで、ゲームオーバーコンティニュー音を発動可能。コンティニュー音は最大90。あー、残機がね、仮面ライダーゲームレベル0を再現できると。98回まではコンティニューが発動できて、99回目はゲームオーバー音。100回目以降は音声が鳴りません。うーわー。すごー。あれなるのかな?土管から出てくる音。システムボイスもほとんどを新ダンクロトによるボイスに変更。ビームガンモード、チェーンソーモードでは、各通常攻撃音の前にパラドめっちゃいいじゃん。これノリノリで作ってますよね、バンダイ側も。パラドクリティカルジャッジメント、神の一撃。別売りの変身ベルト、デラックスバックルドライバー、ツバイ&クロニクルガシャットに付属するバックルと組み合わせて、新たなバックルドライバー、ツバイが完成。天をつかめるライダー、刻みクロニクル。これはガシャットの音声で、ウォーとバグルアープが、もしかして、諏訪部さんから、新ダンクロートに変更。ここまでやるんだ。素晴らしい。2個買う?遊ぶ用と、保存用とね、もう永久保存用で。まさか諏訪部ボイス部分を新ダンクロートボイスに被せてくるとは。ポーズとリスタートは本来のシステムボイスを使用。ここは諏訪部さんの声で。しかし、ポーズを発動させると、新ダンクロートが乱入し、強制リスタートかかったなーのあれね。最新話のこのシーンまでできると。くぅ。何この画像。神の恵みをありがたく受け取れ。もう、この購入ページ自体がノリノリすぎでしょ。で、価格が税込み4320円。普通のガシャコンバグバイザー買うのと変わらない感じじゃないですか。発売は、発送は10月ですね。今が6月中旬ですから、7、8、9、10。あ、でもそこそこ早いですね。4ヶ月ぐらい。それでは予約する。サンプル画像はこのようになってて、ダンクロと、新ダンクロとの絵があって、それが発光すると。見た目こそガシャコンバグバイザーツバイのダンクロとがここにいるぐらいの違いですけども、実際遊ぶと、全然違う感じになってますね。独自路線がすごい。これは楽しいだろうな、レビュー撮影も。それでは2個を僕は予約します。一応サンプル画像はこのようになっております。他は特にないですね。それでは予約する。商品合計は2個分で8640円、送料が540円で、総合計が9180円です。単品で買うと送料込みで5000円いきませんね。では注文。はい、レオンチャンネル変身パッドデラックスガシャコンバグバイザー発売、新ダンクロトバージョンをポチりました。で、もう一個、アーツのこれですよ。はい、来た。仮面ライダーエグゼイドダブルアクションゲーマーレベル XXLR セット。アーツのエグゼイドアクションゲーマーレベル2が本当によくって、ダブルアクションゲーマーはそれのほぼ色違いですから、もう間違いなくいい商品っていうのが確定してますので、これすごい嬉しい。しかも、あれですね、ちゃんとレベル X の合体フェイスもついてるんだ。大きなサンプル画像から、あ、でもこれだけ?あ、待って、予約開始前だ。16時からだ。そっか、まあいいや。まず商品を詳しく見ましょう。販売価格としては2体で13,368円。まあ、こんなもんですよね。アーツのプレミアムバンダイ版だと。発送は11月。ちょっと待つ感じで、もう、超かっこいいでしょ、この時点で。エグゼイドのアクションゲーマーレベル2は、ちょっとサンプル画像が微妙で、実際手に取るまで大丈夫かなって感じだったんですけど、今回のサンプル画像はすごい綺麗でいい感じ。オレンジの方がパラドの性格をベースとしたレベル WXR で、右のブルーグリーンの方がレベル WXL ですね。M の性格がベースになってる医者の方ですね。まあ、ほぼほぼ造形は変わらなくって、ここが左右非対称になってたり、頭部パーツも左右非対称になってたり、本体カラーがあとは違う感じで、あ、
打者とか刺さってる、しかも LR で刺さってるものが違いますね。変身ポーズ、ダブルっぽいですけど、変身直後のポーズだったり、レベル X の顔の合体状態で、ここは分割線が入ってますね。キースラッシャーも付属しますから、普通のレベル2に持たせても似合いそう。うわ、かっこいいな。エグゼイドアーツ、本当にまだもし買ってない方がいらっしゃったら、ぜひもう最優先で買っていただきたい。それくらいもう何も考えずポチってほしい。でもこれ顔を見合わせれば初登場のホエのところも再現することができたりとか、キースラッシャー分裂で、これが最初の画像の合体状態ですね。レベル X からの分裂したシーン。ということで、ちょっと僕この後出かけてしまうので、出先からポチるとして、ポチったことにしましょう。ということで、13,368円の送料が540円で、総合計が10,908円。はい、レオンチャンネル SH フィギュアツ仮面ライダーエグゼイドダブルアクションゲーマーレベルダブル XLR セットポチりました。ポチりました動画には出してませんけど、つい2日前にバガモンのマスコットチャームは予約開始になりましたので、これは買いました。他にも M のネックストラップとかも買ったので、これも到着次第レビューしたいと思います。なんかでもバガモン関連というかつくるさん関連で、ボーズオブテラーあたりの幻のガシャットとか発売してほしい。そんなところですので、今回ポチった商品は概要欄にリンクを貼っておきますので、というか新ダンクロトバージョンのガシャコンバグバイザー発売、速攻で一時がなくなるような気もしますので、ダン社長大好きな人はすぐにポチって10月到着を待ちましょう。以上、レオンチャンネルのポチりました動画でした。